皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリストの横田と申します。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年3月31日ということで、月末ということになりましたので、恒例になりました企画の 今月に投稿しましたブログをですね、振り返っていきたいということになるんですが、いつもであればですね、YouTube のメンバーシップの方に限定公開しているデイリー会員というサービスでやっているものなんですけど、今日はですね、15分間最後まで無料で皆さんご覧いただくことができますので、ぜひ楽しみにですね、見ていただければと思っています。 でではですねまず今日のブログの冒頭に入っている写真の説明の方からしていきたいと思います。こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、こちらですね、昨日レビューを頂い,いたんですが、弊社がやっていますこの通販サイトですね、ビデオ教材の販売をしているんですけど、ここに書かれたレビューになっていますが、 集客反則に役立つ正しい SNS の選択術セミナーというものについてのレビューなんですけど、やり方変えましたと、結果出ていなかったので、Google ビジネスプロフィールと LINE 集客で地域密着を試しますと、アフィリエイト収入目指してましたと、Twitter ブログリンク貼りまくりでフォロワー増えず、Facebook でブログ集客成功せず、YouTube でブログ閲覧増えず、アフィリエイト収入0円。 それらを放置して、地域密着で何でも屋をやってみたいと思いました。仕事で電気、水道、空調設備の小修理しているので、結果を出せるかわかりませんが、副業をしています。 ありがとうございますということで、えー、コメントをいただきましたけどあのまあね自分たちがやっている商売とは別で何かこう副業でこうねネットビジネスをやってみたいっていう方がいらっしゃるんですけどなかなかねやっぱりね現実は難しいと思っていますで、まあ、いろんなねこのやり方っていうのを考えていかない中でこの教材っていうのは どうやったら SNS を活用できるかっていうことがですね分かるんじゃないかなと思っていますのでぜひですね、えー、勉強していただければと思っています。はいそんな感じで、えー、今日ですね、まあ、感想ありがとうございましたということなんですがじゃあちょっとね内容に入っていきたいと思うんですけどはいまずこちらですね。 はい、おかげさまでセミナー三昧の3月でして、コンテンツ販売も充実してきましたということで、今月も2つかな、あの新しい教材を販売開始しました。え1つはね、LINEWORKS という、まあ、LINE と LINEWORKS、あと LINE 公式アカウント、LINE グループみたいなですね、その LINE 関連サービスをどうやって上手に使うかみたいなことの教材も出しましたし、えそしてもう1つはですね、えっ、ー、と、ここ見ましょうか。 はいこちらね、せっかくなんでちょっと見ましょうかね。えこちらです。正しい SNS の選択術という今話した内容についてもえ公開しました。このネットを使った新しいビジネスを構築する方法、これも今月上げたんじゃないかなということでですね、今月も結構いろんな新しい内容についての上がっていますので、ぜひですね、勉強してあげれば嬉しいなと思っています。で、はい、ここです。 2008年9月1日より1日も欠かさずにブログを書き続け、丸13年7ヶ月です。ということで、ウルトシが3回ありましたので、プラス3足したら 365×13 プラス3記事、プラス今月ですね。これなんで30から始まってるんだろうな。1月は31だよね。あ、そうかそうか、9月からかな。そうかそうか。10, 10月は30だもんね。 えー、10月30だっけ ?10 月31でしょあ、9、あ、そうか、9月だから。<laughs> ごめんなさい。9、えー、9、9、10、11、12、1、2、3ですね。はい、よかった。計算間違ってるかと思った。ということで、4959記事になりましたので、ということは、4月は30日ありますから、4月終わったら4989になりますから、ということは、11日後なので、5月の10日ぐらいにですね、10日過ぎぐらいに、 ついに5000記事というですね、大台が待っていますので、頑張ってやっていきたいなというふうに思っています。いつもですね、ブログを見ていただきまして、ありがとうございました。ということで、ブログにはですね、もう5000記事の内容のことが書かれているということなので、ぜひ皆さんも遡ってですね、勉強していただければ嬉しいなと思っています。 でではですね今月に投稿したブログをですねフェイスブックのいいね数をもとにですねランキング形式で発表していきたいと思いますのでよろしくお願いしますはいではまずですねはい第1位、こちらからなんですけどはいあこれ来ましたか3月から変わること、終わること、起こることっていうのでありますがこれ、ねおそらく3月はなんでこんなにねいいね多いかっていうとちょっと分かりませんが値上がりのニュースっていうのは結構入っているんですね。 でまあ、年度末ですから、3月で終わるっていうサービスが結構多いんですね。3月から始まるっていうよりは終わるっていうサービスが多いんですね。まあ、その辺のことは書きましたが、来月4月、明日からの4月はかなりたくさんありますから、それもね、この3月から終わることの中にも載せていますけど、またですね、近日放送しますので、ぜひご覧いただきたいと思っています。はい、続いてこちらです。はい、Chrome フォローで RSS 購読のウェブサイトが 日本語も対応へと。これで残念ながら、まだ Android は対応してないので、ちょっと残念なんですけど、iPhone ではない Android の携帯の方は、Google Chrome にですね、RSS 購読機能っていうのをつきました。ちょっとね、これまだね、導入するまでの最初のステップが、ちょっとね、めんどくさいんだけど、そこさえ乗り越えればですね、かなりえ使えるツールかなと思っています。でな、僕がね、注目しているのは、 グーグルっていう会社がね、RSS リーダーっていうサービスをやってたんだけど、それをやめて、そしてもう一回今回復活させるのはどんな意味があるかっていうことで、やっぱりこう、RSS っていうのが根強いっていことに気づいたのか、その RSS の復権。 もう一回 RSS が重要になるってことに気づいたのか分かりませんが、いずれにせよ Google っていう会社がね、なんか小さい会社が RSS リーダーを始めましたっていうことであれば、僕は注目しないんだけど、やっぱりね、Google が改めてこれをね始めたっていうのには意味があると思ってるんですね。なので、ぜひ注目しておいてほしいなということで取り上げたものですね。これかなり重要な記事なので、読んでいただければと思っています。 はい。続いてはですね、スマホあ QR コードキャッシュレス決済ニュース2022年3月からということで、まあ、これ、毎月やっているものなんですけど、今月にあったキャッシュレス決済に関するニュースをまとめたものなんですけど、これもね、 もうなんとなく QR コード決済とかキャッシュレス決済っても皆さんの中ではもうなんか一般化してですね、もう分かったよと思ってるかもしれないんですけど、実はですね新しいニュースとか新しいサービスとかでやっぱ出てきているんですよ。それらのことをやっぱ追いかけていくということが大事なので、ぜひここもですねチェックしておいてほしいなとうう思います。い続いてこちら、Yahoo ニュース検診でリテラシーを学ぼう2022年5月19日までということで、これ皆さんねまだね、 5月19日までありますので、ぜひね、試していただきたいなと思うんですけど、その、僕が教えている、長岡造形大工の情報リテラシー論っていう授業があるんですけど、これの中で話していることが結構ですね、テストになってよく分かりやすくなっています。ということで、まあ、その、いろんなね、ニュースに踊ら,踊らされないためには、こういうことを勉強しとくといいかなと思いますので、今の自分のね、リテラシーレベルがどのぐらいになるか、ことが分かりますので、ぜひね、試してほしいなと思います。 についてこちら、これ、昨日ですね、はいえー。購入時の検索は普通名詞でも固有名詞でも Google が2割以下ということで、いわゆる Google オアコン説というのをですねここで僕が喋ってるわけなんですけど、これ結構重要で、Google っていうのが今、なんでこんなに厳しくなってるかっていうことで、いわゆる SNS の影響っていうのももちろんあるんだけど、SNS 以上の影響を受けてるものはこれなんですね。なんでかっていうと、その商売している人にとって、 えー、こう自分たちの通販で売るもののですねどうやって集客したらいいかってことが完全にグーグルからですね変わってきてるっていうことなんですね。でこれね結構重要なのでぜひ見ておいてほしいなと思います、はい。個人的には僕3月の中でこの記事が一番僕の中ではいい記事だと思っているんですけど、はいえー、最近のテクノロジーが人間を堕落させ破,壊破滅へ向かわせるのかということに書いたものなんですけど。 まあ非常に挑戦的なタイトルになっているんですが、本当に僕はそう思っています。で、その、いろんなね、このテクノロジーっていうのが生まれてるんだけど、テクノロジーっていうのは、人間が、その便、便利なように、自分がそれに対して救われるように作っていくものなので、ということは結局人間をですね、堕落させていくんですよね。 でそれで破滅へ向かわせてしまうかもしれないんですね。ということに関して、えー、書いている記事なんですけど、いろんなね、そのテクノロジーっていうのがどういう影響を与えてるかってことについて書いているんで、えーまあ、こういう記事を書けるっていうのが僕の強みかなと思っています。なんかね、そのいろんなニュースを紹介したりとか、いろんな新しいもの出ましたよってレビューするのは簡単なんだけど、やっぱり、ね、こういう記事を皆さん読んで勉強してほしいなと思うんですね。ぜひね、えー チェックししてておいいいいなと思いますはい、続いてこちら、えー、画像をなぞるだけで対象物を消せる AI アプリや Web サービス3選ということで3つかいと思うかもしれませんが、これねその、今までの画像編集が本当に簡単になったとなぞるだけで物を消せるっていうものなんですけど、まあ、AI アプリもあるし、Web サービスもありますけど、えー、おすすめなのでぜひ使ってみてくださいはい。続いてこちら。 はいえー、ネットを使った新しいビジネスモデルを構築する方法セミナー、やっぱり今年、あ今月やっぱり出してますね。3つありましたね。ということで、あの今月は3つですね、新しいサービスをリリース、えー、教材をですね、リリースいたしましたが、来月もまたですね、予定してますので、えー、ぜひ楽しみにしておいてください。ということはですね、えー、毎回教材を買っていただくのもありがたいんですけど、えー、弊社がやっていますネットベース研究会の、まあ、ムービー会員とかにね、 入っていただけると2990円ですけど、月額ねあの、結構お得なんじゃないかなと思いますね。はい、続いていきましょう。はい、Facebook の個人の投稿、いいねスランキングもありましたが、あこれも結構重要、はい。企業による広告や反則が炎上と判断する基準と対応ステップということで、まあ、これは僕のね、教えてます、リテラシーの関係になりますけど、この、 どうしてもですね、SNS で投稿していくと、まあ、炎上してしまうっていうことが恐れてですね、で、あの、なんか、普通のことしか投稿できないって感じになっちゃうんだけど、やっぱりね、ある程度、こう、エッジを立てないと、その、やっぱり反応が得られないっていうのもあって、ここら辺、皆さんの中ではですね、非常にこう悩ましい問題じゃないかなと思ってるんですけど、じゃあ、そのにまに、まあ、どういうことを基準にしたらいいかっていうことと、その炎上した時にどうやって倒したらいいか。 そもそも炎上ってどういうものが定義なのかみたいなことについて説明しているので、ぜひ見てほしいなと思います。はい、続いてこちら。請求書発行、収納代行、保証会計ソフト連携クラウドサービスということで、まあ僕ね、あの、実は今年度からですね、あの会計やあの税理、税務士税、 税理士ですね。などを変更しましてですね、新しい体制に変えたときに、やっぱりこういうお金回りのことについてですね、いろいろと研究しているんですけど、まあ、このサービスですね、結構面白いサービスかなと思いますので、ぜひね、皆さんも検討してみてほしいなと思います。はい、いくつか紹介しています。はい、続いて、ハーツレビュー動画ということで、8本。 これね、2月8本しかなかったので、これやばいぞということで、3月ちょっと頑張って見ているんですけど、まあ、2月の28日から頑張ってるんですね。やばいと思ってですね。で、やっぱりね、この、毎月このような形で発表したりとか、自分でカウントしていると、やっぱ数字は嘘つかないですよね。なので、そうするとやばい、頑張らなきゃっていうふうに思うので、やっぱこういうね、定点観測って本当大事だなって僕は思います。 はい。続いて、よくある質問、ヘルプ、FAQ、Q&A のページを充実へのステップということで、これもね、あの、すごく大事な内容について書いているんですけど、まあ、いわゆる SEO 対策する上で、ぜひですね、注目しておいてほしい、えー、一つの切り口なんですけど、読んでおいてほしいなと思います。はい。そして、IoT に関するニュース、まとめですね。 はい、そして、PayPay、えー、スタンプカードは新規集客がリピート対策に活用するということで、PayPay スタンプカードっていうサービスが始まりましたで。今ね、無料で使えるので、ぜひ皆さん実験しておいてほしいなと思うんですね。はい、続いてこれも動,物の人物動,物動画の人物を AI が自動で切り抜き、背景や画像や動画に変換 OK。もう日本語変ですけど、あの要するに、 動画に映っている人間以外の背景の部分を全部切り抜いて別の写真に変えたり別の動画に変えたりすることができるこの、ね、技術があればフェイク動画なんて簡単に作れるよということがわ、ね、かるんじゃないかなと思いますはい続いてこちら YouTube のキーワード検索結果にウェブサイトニュースが表示ということでこれちょっとね今後 Google が、ね、何考えてるかということで注目の記事っていうかスクープなんですけどぜひご覧いただきたいなと思っています はい、そして、広告、チラシ、バナー、メニュー等デザイン無料編集ツール。これもね、あの、Canva っていうツールがあるんですけど、Canva じゃなくてもいいツールがあるので、ということで紹介いたしました。あとね、Yahoo メールの話。これもね、新ドメインでですね、いいメールアドレスを取っておいてほしいなっていうふうに思います。あとは、Connected Modern PC っていうものですね。この面白い話もありますし、パソコンやスマホがない時代にどうやって営業してたかなどなどですね。 今月も結構いろんな内を頑張ってました。ネットウェスアナリスト、横田修二でした。ありがとうございました。バイバイ。